第308回トイック公開テストの感想、左手で受験したので一番簡単でしたね、今までの中で。続いてリーディングに行きまして、パート5、まあ今回の事件ですか、はい、あったやつを話したいんですけど、はい、報道で始まりました、マッチャンチャンネルじゃない、マッチャンチャンネル。さあ、受けてきました第308回トイック公開テストの感想、いっていきたいと思います。まあ今回はですね、左手で受験したので、初めて利き腕じゃないもので受験ということですね。非常に大変でしたね。もう名前書く時からむちゃくちゃ苦労しましたけども、まあなんとか受けられましたので感想いきたいと思いますが、まず一つ言えることは、一番簡単でしたね、今までの中で。まあ、この少なくとも2016年から今のトイックの形式になってるんですけども、うん、この6年ぐらいですか、まあ、の中で一番簡単ですね。圧倒的に簡単だと思いました。何も悩まなかった。なので難易度が非常に低い回だったと思いますね。だからこの左手で受けたけど困んなかったですねっていう感じになります。だ各、まあ、難易度言っていくんですけど、まあパート1はすごく普通、普通全然、まあ、消去法を使えば絶対大丈夫だと思います。難しいのもちょっとあったけど、はい、余裕かなと思います。でパート1とパート2はね、1問ずつなんで楽でしたよ。全然左手でやっても何とでもなるなと思って。でパート2も、ああでもまあ問題自体難しかったんで、やや難ですかね。パート2が最難だったと思います、今回の308回午前の試験ですけど。まあ、もしかしたらね、あの複数フォームがあるかもしれないので、同じ問題とは限りません。そう、あの複数ある時と、最近は1フォームしかない時もあるんですけど、ちょっとどっちなのかわからないので、まあ、とにかく自分の受けたフォームはすごく優しかった。ただパート2はやっぱこの引っ掛けですよね。遠回しな表現が難しかったっていう感じですね。ただまあ一個一個だったんでいけましたね。なんか B がさ、異様に多くてね、途中ちょっとビビって1箇所直しましたね。はい、消しゴム初発動しました。初発動とか2回しか使わなかったんですけど、今回リスニングで2回消しゴム使ったんですが、はい、あ、めっちゃ疲れてるわって一体で、まあやっぱ変化球にどれだけ耐えられたか。あとね、難しい、その僕が消しゴム使ったやつは難しい単語が出てたんですよ。その単語が引っ掛けになってたというか、まあこの後ね、反省会の生配信ありますんで、まあそちらで話すことになるかなと思うんですけど、うお、こんなむずい単語出るんだなって思ったら、思いっきりね、パート7に出てましたね。うお、思いっきりこの意味で出てるって思ってね。そう、違う意味でね、知ってる人が多いと思うんですね。受験までで習うのとちょっと意味が違うんでね。反省会の生配信で出てこなかった場合は、メンバーシップのトイック授業の方で話したいと思います。はい、ではパート3、4ですね。これはまあ普通、パート3の1問目が一番難しかったかな。まあ、特に左手で受けてるから、やべやべやべ、時間ない、早くマークしなきゃってなったんで、いつもとやっぱね、違うと思ったのは左手受験の時ですね。右手で受けてる場合って、もう答えの根拠出ちゃったら全部マークして、で次の問題の先読みに行くんです。でも左手受験だとマークするのが遅いので、そのもう答えの根拠出終わってるのにわざわざ塗って聞いてなきゃいけないっていうのが辛かったですね。もう早く先読みしたいのに先読みに行けないっていうのが、これが、ああマークって早くできた方がいいんだなというふうにそう思った理由になります。やっぱりマークを早くできた方がいいですよ、絶対。でやっぱトイックって答え全部出終わった後にもだいぶ読んでくれる問題が多いので、なので助かりましたね。もう最後の文に答えの根拠が出てる場合はめんどかったっていうか、やばい、早くって言って、早く先読まないといけないのにってなって大変でしたけどね。ただ問題のレベル自体はまあ普通かな、3、4普通だったので、あんまり、まあ、数問やっぱ場面が浮かびにくいのはありましたけど、まあ大丈夫かなって感じでした。続いてリーディングに行きまして、パート5ですね。パート5は優しいんじゃない？まあやや優しいとしておきましょう。何も悩まなかったですね。なんか変な引っ掛けもなかったかな。変な問題はありました。え、こんなの聞くのっていうね、はって思った問題はありました。あったけど、まあ全体としては悩む問題もなくて優しめだなと思いましたね。続いてパート6、これもやや優しいというか、もう一番簡単だったかな、今までの中で。まあ文脈を使うやつも全部簡単だったし、文を入れるやつも簡単でしたね。だから何にも悩まなかった。まあ場面としては一つ多分浮かびにくいのはありました、状況がね。でも何も難しくなかったので、まあスラスラ解けましたね。だから全然トイレ行っても余裕だなと思った。まあ時計持ってないので何時かわかんないですけど、まあこれだったら余裕で終わるだろう。ただ
そのパート5、6でこんだけ簡単なんだから、パート7でむずくなんじゃないかなって思ってね、身構えてたんですけど、パート7、普通ですね。まあ普通か、やや優しいぐらいじゃないのって思いましたね。悩んだ問題は一個もなかったですね。ちょっと、ああ、珍しいパターンだなって思うのはありましたね。ダブルパッセージで答えの根拠が、1個目の文章、2つ目の文章ってあって、で、2つ目の文章を使った照らし合わせの問題があったんですね。照らし合わせの問題だったから、ああ、じゃあ最後の問題は2つ目の文章で答え出るだろうなって思ったら、1個目の文章で最後の問題答え出たんで、照らし合わせないでね。あ、これ珍しいなと思って、普通2つ目の文章で答え出すでしょうって言って、これ2つ目の文章は一切使わない。これ単体ではね、一切使わないっていう問題でしたね。で、まあ別に使わない時ってあるんですよ。単体で使わない時あるんだけど、でもその場合は、最後、クロスリファレンスって言ってね、二つの文章を照らし合わせる問題で終わることがほとんどというか、まあ、今までやってきた中 100% そうだったんですけど、今回はクロスリファレンスやった後にまた一個目の文章で単体で答えが出るっていうのがあって、これ珍しいって思いましたね。はい。まあ、あとはトリプルパッセージ、全部 E メールとかも初めて見たんで、メールしかないっていうのね、あったりして、まあ、いろんな発見はあったと思います。ただ、まあ、難易度自体は優しかったので、マークすごい大変でぐちゃぐちゃでしたけど、なんとかなりましたね。ただ、まあ、簡単な時ほど満点出にくいんで、トイックって偏差値みたいなもんですから、全問正解しないと今回満点出ないんじゃないかなとちょっと思ってますね。なんで、1問でもなんかミスしてたらもうそれで終わりなんで、なんか難しい時の方が、今までやっぱ満点出てるんで、ちょっと心配かなと思いますね。一個聞きたいのはさ、皆さんさ、マークするときって、どっち回りでマークします？それがすごい気になった。こう、時計回りがやるのか、反時計回りでやるのか、右手でやってるときも、どっちでやってるかなと思って、まあ、教えてください。まあ、どこかアンケートでも出そうかなと思いますけど、はい。それではですね、まあ今回の事件ですか、はい、あったやつ話したいんですけど、まあ、今回は多分初めてだったんでしょうね。二人の試験官が、まあ、ベテランと初めてやってる人だったんですけど、まあ、初めてやってる人が担当だったんで、この自分の座ってるところはね、大変だったと思うよ。あのミス怒られちゃうんじゃないのと思ってますけど、何があったかっていうとですね、横の塊の列、まあ、自分の横と前の横があって、まあ、4人座ってたんですけど、4人中3人が問題用紙に名前と受験番号書いてなかった。これやばいでしょうって思って、で気づいた本人たち2人は気づいて自分でこう書いてたんです。でも1人は結局書かないままだった。そう、ずっとで気になってて、ね、あ、書いてないよこの人って思って、これ試験終わった後にこれ書くから体質がすごい遅れるじゃんって思ってたんだけど、結局書かないままでしたね。書かずに受験を終えて、それを新人試験官とか持ってっちゃったんですよ。あーと思ってさ、大丈夫なのこれ、書かなかったじゃんって、後でチェックがある時に大問題じゃないのって思いましたけど、言っちゃいましたね。あそこだから声上げられないのが大変じゃん。書いてないですよとかさ、どうなってしまうんでしょうあれって、知ってる方いたらぜひお知らせください。書かなかった場合ってどうなるのあれ。そんな感じの受験でした。だから左手でさ、書いてるところさ、もちろん撮影なんかできないですから、誰かもしかしたら会場で見ててね、あ、本当に左手でやってるよって思ってくれてたらいいなと思いながら受験しました。あ、ちなみに、ね、帽子かぶってても何も言われなかったですよ。という感じでした。はい、受けた皆さんどうだったか、ぜひコメント欄で感想を聞かせください。そして生配信の方もね、やっておりますので、18時からはありますので、ぜひそちらも見てもらえればいいんじゃないかなと思います。で、メンバーシップレベル2ではトイック授業ありますので、そちらもぜひ見てください。無料ではないのでね、余裕がある方は見てもらえればいいんじゃないかなと思います。そして昨日ね、ジャッジメント出ましたので、はい、そちらのね、制作費めっちゃかかってますので、はい、ぜひそちらも見てもらえればよなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 受験された皆様お疲れ様でした。もしかしたらこの動画を見て合格受験行ってる人もいるかもしれませんが、その人は頑張って。